今日のお昼ご飯はうどんです。キングコングの梶原さん、カジサック YouTuber のカジサックさんの奥さんの嫁サックさんが、若い頃よく食べてたっていう、あのおうどんに卵とネギと醤油を乗せて食べると美味しいよって言ってたので、うち今うどんが1個余ってて、それをちょっとお昼に食べようかなと思って作りました。ちょっとアレンジして海苔もかけてみました。なんか美味しそうです。いただきます。ではいただいてみたいと思います。なんか卵割ってみます。見えるかな、見ないか。まあ、卵をね絡めていただきます。うん、おいしい、おいしい。やっぱりね、卵がおいしいかな。うん、いい、いい。海苔もおいしい。ではこのまま食べ進めたいと思います。じゃあまたねー。